はい、こんにちは。文具王です。今日の筆記具は、プラチナ万年筆、プレピ万年筆ですね。プラチナさんが作っている廉価版の万年筆としては、もう本当に最高に、コスパの高いモデルかなと思っています。たった300円。これもね、世界での販売、累計販売が1000万本を突破しましたよという記念でですね、リニューアルということでですね、ほとんど変わってないんですけども、それでもですね、300円になりましたけれども、それ以前はですね、なんとこれが200円だったっていうですね、安すぎたっていう、感じの価格だったわけですけれども、それでもね、一応万年筆としての基本的な機能ですね、ペン芯があって中に軸が通っていて、で、ペン先、ペン体が上に乗っかっていてっていうところで、毛細管原子を使ってインクを前に出してっていうですね、基本構成はですね、ちゃんと備わっていながらですよ、これがですね、300円ということでですね、200円のですね、プラマンっていうやつがいましたけれども、あれは万年筆のようなサインペンということだったんですけども、こいつに関してはですね、純粋に万年筆の体を取っているわけですよね。それで300円というのは恐ろしいかなと思います。今回は、コンバーターがついているので、コンバーターの方が本体よりも高いっていうですね、ことですけれども、これ700円だったかな、金と銀があって、500円、700円だったかな、ちょっと銀の方が高いんですけれども、それにしたって1000円っていうね、価格で、これが実現するっていうところが、ちょっと、本当にね、プラチナのね、コスパ恐るべしなんですけれども、で、このキャップがしかもですね、スリップシールっていうキャップでですね、パチって止まるんですけども、中にスプリングが入っているタイプのキャップなので、乾燥にも強いということですね、ほったらかしにしといてもなかなか乾燥しないというところも含めてですね、これ本当に入門用廉価万年筆としてはですね、めっちゃ、これだからコンバーターをつけないでですね、インクカートリッジで使えばですね、もうそのですね、300円で使えてしまうというのは本当すごいなと思うんですね。なんですけれども、今回はコンバーターつけているので、これでいきたいなと思います。インクはですね、プラチナさんといえば古典インクということで、クラシックの、カシスブラックを使いますということですね。これは古典インクって言って、インクが、酸化することによってですね、インクの色が黒くなって、安定した鉄イオンの、ね、酸化を利用して、強くなると同時に黒くなるっていうですね、古典ブラックなわけですけれども、これはカシスブラックということで、真っ赤でですね、ちょっとね、血のような色に見えるんですけれども、書いてみるとそんなにね、でもないんですけれども、ということで、こんな感じですね、入れてみたいと思います。こうやって。で、プラチナ産のインクの、このですね、ボトルはですね、中にこのプラスチックの枠みたいなのが入ってるんですけど、これがインクリザーバーって言って、インクの量が少なくなっても、1回吸入するのに必要な分ぐらいは、ちゃんとここでですね、確保できるようになっているので、よいしょ、こっちからやると本当に見えないね。で、こうやってですね、こうやって吸い上げてあげると、ほら、綺麗に入ってきますよと。で、カートリッジでやるとね、プレピーなんかの場合だと、カートリッジ使った方が綺麗に使えます。ここのところにですね、蛇腹とかよく言われますけれども、インクを溜める部分があるんですけど、ここの部分が、コンバータで吸っちゃうと、もうここのところがベチャーってインクが入っちゃうので、結構これね、気になる。じゃあ気になる。なんかいっぱい入っちゃうのでね、気になりますけれども、どうなんでしょうね。とりあえずインクどけといて、こぼさない。で、ここね、ほら、先端部分のところの、ここの隙間にですね、すごいインクが溜まっちゃうので、こいつを出しておきましょう。もうなんかね、ちょっと、カシスブラックに関しては、ちょっとね、このティッシュペーパーとかについたやつがですよ、もうすでにほら、こういうところが、空気に触れて酸化して、ちょっとね、赤黒くなってくるわけですよ。これちょっとね、本当にドキッとしますよね。こんな感じの色です。
なんですけれども、まあ、これ行きましょう。ということで。はい。でですね、まあ、こんな感じです。まあ、ちょっと書いてみますか。ということで、今回は、よいしょ。割と明るい色に見えるでしょう。なんですけれども、書いてしばらくすると、もうだいぶ色変わり始めてますけれども、だんだん黒くなってきます。プラチナ万年筆のプレピーですね。の 0.5。の、今。ですよ、という感じですね。で、インクは、カシスブラック。インクということで、こんな感じですね。いきたいなということですね。ちょっと書いていきましょう。まあ、プレピーですね。ホームページに書いてあるところでいくと、プレピーそのものの説明って何にも書いてないんですよね。まあ、累計販売とか、ここら辺なんかね、よいしょ。結構、こっちの M、パイロットの書くのの M に比べると結構太く出ますね。累計販売。なんで、文字が一段大きくなりますね。1000万本達成。という感じですね、うん、今回はちょっとキャップを後ろにくっつけてもいいかな。バランス的には普段あんまり僕キャップをつけない派なんですけれども、久しぶりにちょっとこのバランスだと軽いのでね、多少ついてた方がいいなという感じですね。ボディを透明からインク色に合わせたカラーに、まあ、一新ということですね、うん。どのぐらいかな。うん。インクの色がどんどん変わっていくの分かりますかね。透明から。
という感じですね。で、まあこれがちょっと乾くのを見つつですね、またちょっと、形を取っていきたいなと思います。よいしょ、まあ、ペンかな、よし、ペンでしょ、ここら辺いいですね。まああれですね、書くのはまあこの顔が可愛いみたいな感じでちょっと丸っこい感じだったんですけれども、プレピーはですね、まあこんな感じですね。プレピーはもうちょっとですね、まああの面がここですね、ここのとこですね、ちゃんとここ、ちゃんとというかここでね、あの2回折り目がついてるんですよね。1、2面と3面の4、5面っていう感じのこの曲げ方で、まあこっち側にもククッと曲がってるんで、表だけでもですね、5面になってるっていうですね、まあちょっと特殊というかですね、巻き込みタイプですね、ちょっと巻き爪っぽい感じの、になっています。はい、まあなんか、で、かなりなんていうのかな、直線的なデザインですよね。まあなんかこう面白いというか、他でなんかあんまりのところとは、ここら辺がですね、こう面がはっきりしてる感じがしますね。まあかっこいいんですけどね、ということで、でこれね、真ん中のすり割りというか、あれはあるんですけれども、ハート穴は実は開いてないんですね。ただのデザインになってます。だって、こっから空気も入ってなければ、インクも入ってませんからね。プラチナの場合はこれ、後ろ側というか、裏側のところに、ここら辺とかにですね、吸入用の穴が開いてたりとかするんで、まあ実は上側には開いてる、穴が開いてる必要がない。なので、ハート穴ってもともとはだから空気交換用の、インクと空気が交換されるときに空気入ってくるような穴だったりもするし、なんですけども、あとインクがこう入っていくとこだったりとか、でもそれをしないというですね。裏にあるからっていうことですね。なんでまああんなものは飾りですよっていう感じではありますけど、もうちょい細いよね。こんな感じですね。はい、ということで、はい、ペン入れていきましょう。
まあ、0.5より0.3とかの方が日常使いには、もう、あれですね、便利かもしれないですけども、たまにはこういう注意かなと思います。まあ、クレピーは本当にそこら辺は、こう、何本持ってても、まあ、値段知れてるしとか思っちゃったりとかするので、いろんなインクを試し書きしたい人なんかは、まあこういうのをある程度こう数ね、書くのとかでもいいけど、書くのでもまだだって1本1000円でコンバーターとか入れたら、さらに1500円とかになっちゃうんですけれども、まあやっぱりプレピーの安さっていうのはやっぱりメリットは大きいのかなっていうふうに思いますね。で、じゃあ書き味はっていうと、そうですね。書くのの方がやっぱり繊細な感じはちょっとしますけど、でもね、この、なんですかね、プレピーのこの値段でこんだけ書けるんだったらって思っちゃうのはあるよねって。なんかそのね、スチールのニブをちゃんと使うっていうところに関してはですね、まあやっぱ、このプラチナさんのですね、で、あとまあスリップシールとかがやたらよくできてるので、本当にね、こう、初心者でどうしましょうかって言った時に、もちろんね、もっと高いものにいい書き味があるのは分かっているとしても、なんかね、やっぱまあ角のあたりから入るのもあれですけども、それでもっていうんだったらもう本当に、プレピーにインクカートリッジをつけて使うっていうねところからいけばいいと思うし、それだったらもう普通にペンケースに入れといても、だって今日あれですもんね、シャーペンの方が高いですからねぐらいになってる万年筆っていうことなんでね、と思います。で、まあやっぱこのスリップシールいいですよね。最大の欠点とも言える、インクの乾燥を防ぐことができないかを検討しってやつですね。でもほら、まあ、先に書いた部分はね、もう落ち着いた色に変わってますよね。ここがやっぱりその古典インクの面白いとこではありますね。まあほっといたら乾燥してしまうと固着しやすいっていうのはありますけれども。太いので太いなりの文字にちょっとしてみたいと思います。文字を変えます。感じですかね、ちょっと、角丸ゴシック的な感じに、してみています。Thank you.
よしよ。みたいな感じですか。ですね。もうちょっと細いので書くとまた雰囲気が変わってくるかなっていう気がするので、まあ、今回 0.5 でやりましたけども、細いのも持ってるので今度また細いのもやってみたいなと思います。やっぱり太いのは太いなりにまあいいんですけれども、やっぱりなんかあれですね、そういう感じですね。またちょっとこちらで、あれどこ置いたっけな、スパチュラ、隣のつくしとはまた全然違うんですけれども、割とそうですね、この色も悪くない感じの、いきます。よっ、ついてない、これ難しいんだよね最初が。
まあ、古典インクが人気の理由もわからなくはないですよね。色がこうやって変化していくのは面白いし、まあ落ち着いた色になっていくのもいいですよね。出来上がったインクの色も割といい感じに落ち着いていていいと思います。ということで、まあ、書く時の明るさがグッと抑えられた感じになってますね。ちょっとなんか小豆色っぽい感じのあの色と薄いところができるんだね。なんかこのやっぱり濃淡が結構出ちゃいますね、ここは。うん、まあなんかこれもこれで雰囲気というか味というかな感じはしますけれど、はい、ということでちょっと外して、はい、見ていきたいなと思います。はい、ということで今回はプラチナのですね、なんと300円万年筆ということで、プレピーですね。もちろんコンバーターつけてますけど、コンバーターより本体の方が安いっていうですね、どういうことやねんって感じの、安万年筆ですけれども、いや、そのね、値段でこんだけかけりゃ十分すぎるっていうか。で、まあ、今回ちょっと M なんですけども、M だとやっぱりね、高級な、もうちょっと高いやつと比べると、高いやつもいいなって思っちゃうんですけれども、これね、本当に F とか EF とかに、で使ってみるとですね、いや、これは別にこれでもいいよねっていう、まあ、細いやつに関してはね、プレピーとかでもいいなって思ったりしますよということなんですけども、今回ちょっと太いのであれですね。途中からちょっと普通、なんか最初ね、どのぐらいの文字の大きさで書いていいかわかんなかったんですけども、途中からまあこんな感じでですね、ちょい、まあ落ち着いた感じにはなりましたけれども、でもなんかやっぱりね、書ける文字の感じとしてはですね、ちょいこの、まあ、M サイズ 0.5 で書くとですね、まあ、表情を出すのはちょっとこの大きさだと難しいかな。もうちょい大きく書けばね、ちょっと止め跳ねみたいな抑揚もつけられたのかもなーなんて思ったりしながら、まあ、一発撮りなんでね、しょうがないかなと思いますけど、隣のね、書くのの、作例の方がもうちょっとなんかね、なんていうかな、抑揚という意味ではついているかなという感じはしますけれども、なんかそうですね、漢字から言うと、プレピーの F と角のネームが同じぐらいなのかなという感じで、ちょっと太いですよね、こっちのプラチナの方がという感じはしますけれども、なんか綺麗に、まあ並んだかなという気がします。まあこういうね、格安万年筆なんだけれども、なかなかね、まあ実用品としてはですね、もう本当に十分な感じの、まあパフォーマンスを見せているなという感じがするので、まあ多分ね、本当にプレピーに関して言えばですね、まあそのね、その1000万本を突破する前のあの200円っていうのはですね、もう完全にやっぱコスパでいくと、圧倒的だったんですけれども、300円になったとしてもですね、それでもやっぱり、コスパでいけばこれに勝る万年筆なかなかないんじゃないのかなというふうに思いますね。ということで、実によくできた万年筆だと思います。ということで今日はね、そんな感じの、試し書きでした。以上です。